はい、皆さん、こんにちは。ノッツオでございます。ということで、今回ですけどね、久しぶりに、アイドルマスターサイド M グローイングスターズの実況をやっていきたいと思います。今回やっていくのがですね、こちらですね、イベントが来ております。カフェパレードの、イベントが来ているので、やっていきたいなと思います。ちょっと最近、やってなかったのかな。一応、ちょこちょこイベント開催するかどうかっていうのは、ツイッターの方で確認はしているんだけども、ちゃんと終えてるかどうかはわかんねえというところでございますと。前のイベントが確かモフモフ園のやつで終わってると思うんだけど、それが、それっきり他のユニットのイベントが来てないのかはちょっとわかってないんですよね。はい、ということでやっていきましょう。ちょっと取りこぼしあるかもしんないんですけども、まあそれはそれとしてカフェパレードのイベントやっていきたいと思います。パートなんたらは読めないわ。本日私たち主演の映画モンスターオブザケーキショップが公開されました。あ、これマスカレードだね。なんちゃったらら、だらららだんだらだんだらってやつ。いやー、カフェはまあもうハロウィーンって感じだね。目玉親父めちゃくちゃいるし、これ。そして公開記念のコラボケーキショップキャンディーポップモンスターも今日から開店です。キャンディーポップモンスター、我が同胞団による供物の数々、光の民たちよ、時と堪能するがよい。みんな来てくれてありがとう。順番に案内するから慌てないでね。いいね、サケちゃん。コラボケーキに合う紅茶も用意しているよ。どの紅茶にするか迷った時は参考にしてほしいな。目玉親父めっちゃいるな。でもすごいですね、こんなにたくさんの人たちが。はい、これだけ多くの人がキャンディーポップモンスターを楽しみにしてくれていたということですね。アイドルとしてもパティシエとしてもこんなに嬉しいことはありません。はい、今日までいろいろ大変なこともありましたけど、無事オープンできて本当に良かったです。あー、来たね、カフェパレード。これリビアサイドマスカレードっていうのかな。いや、知ってるよ曲は。だってセカンドだっけか、その時に出たやつだっけ。いや、サードかセカンドか、どっちか。ストーリー、出演する映画とのコラボケーキショップを任されたカフェパレード。その中でも映画の世界観をイメージしたケーキを担当する白の目は早速試作に入るか、仕事でやっていきましょう。目玉親父が1人3個ついてるから15人の目玉親父がいるっていうね、とんでもねえ話だ。ということでストーリーやっていきたいと思います。サキちゃんかわいいな。01、数ヶ月前。うーん、久々の臨時営業楽しかった。俺も楽しかったよ。忙しくてなかなかお店を開けられなかったもんね。ロール、ええ、しばらくすれば我々カフェパレードが出演する映画が公開されます。宣伝や取材の仕事もこれから増えていくでしょうし、もっと忙しくなりますよ。ああ、それにしても公開まであと少しか。この間クランクアップしたばかりだと思ったのに、時間が過ぎるのは早いね。撮影大変だったけど楽しかったよね。早く映画館で見たいな。うん、我ら同胞団の姿を封じし幻影、早く光の民にも見てもらいたいものだ。光の民、いてよキャンディーポップモンスター、この街のパティシエを全て飲み込んでしまうがいい。アスランはハマり役だったな。ええ、それにケーキへの愛にあふれた作品でした。ワンカットのために本物を用意していましたしね。撮影後に振る舞われたケーキ
全部最高でした。特にクライマックスに出てくるケーキ。確かにケーキはうまいが。はい、繊細で素晴らしい一品でしたね。どんな技法が使われているか今度ゆっくり研究したいものです。皆さんお疲れ様です。あ、プロデューサーさん、お疲れ様。待ってたよ。大事な話というのは何だい？はい、実は新しいお仕事の話をいただきまして、こちらの企画書をご覧ください。これがその店頭にうんたらかんたらってプロローグで言ってたやつかな。まあ数ヶ月前の話だし。コラボケーキショップキャンディーポップモンスターですか？これ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 。はい、映画公開に合わせて期間限定でケーキショップを開きたいとのことです。うん、幻影の披露に向けて我ら闇の同胞団の助力を求むということだな。はい、皆さんに映画の世界観をイメージしたケーキの考察をお願いしたいんです。それとオープン初日は接客をしていただきたいとオファーを受けています。すっごく楽しそう。私はやりたいな。みんなはどう？俺もできたらって思います。総一郎さんはどうですか？まさか断ると思いますか？プロデューサーさん、ぜひ挑戦させてください。おい、ありがとうございます。当日はイートインコーナーも併設されそうです。されるそうです。それなら紅茶の提供もしたいな。プロデューサーさん、どうだろう？いい案ですね。早速先方にご提案してみます。我らの真髄が問われるということか。いいだろう。今こそ秘められし我が力解放の時。ベルゼビュー島せー。数日後。まずは映画の雰囲気をつかむためスタッフさんにお借りしたレシピでケーキを再現しました。すっごい、撮影現場で見たケーキそっくり。味は、うん、美味だ。さすがは総一郎、実に見事なり。はい、こんな短期間でこれほども工程ほどのものを作るなんて。ありがとうございます。ですが、もしかして何か問題ありましたか？味も見た目もバッチリだったと思いますが。満足いってないって感じか？確かにマキオさんの言う通りです。味や見た目はうまく再現できてると思います。ただ今のままでは。すみません、少し考える時間をいただいてもいいですか？あんまり根詰めんなよ。総一郎さん、どうしたんでしょうか？何か思うところがあるんだろう。それとなく話を聞いてみるよ。あ、エピソード3クリア。さあエピソード4行きましょう。数日後。どうしたんだ、シノノメ。珍しく行き詰まっているようだな。シノノメ。神よ。いえ、そんなことは。何もないことないだろう。マキオたちも気にしてたぞ。もしかして、ケーキの試作で何かあったのか？神谷たちには隠せませんか。はい。そのことで少し。悩んでいまして、先日お借りしたレシピで映画のケーキを再現したでしょ。ああ、見た目も味もいい出来栄えだった。ありがとうございます。ですがあれは未完成のものでした。
見た目こそ寄せられましたが、私にはあの繊細な一品を再現することができませんでした。あれから何度かケーキの試作をしていますが、納得いくものが作れていません。なるほど。私に足りないものは技量だけではなく経験です。今の私ではあの映画に出てきたケーキのような人々の心をつかむようなものは作れません。ちょっと待って、なんかアイドルじゃない方向に行きそうな感じだね。だからケーキを極めるみたいな、まあもともとそういう風な人なのかもしんないけど、ちょっと待てよ、それを両立すんのは大変だろう。東雲、すみません、こんなことを話してしまって。いろいろと考えているらしい、総一郎さんは。いや、話してくれて嬉しいよ。確かに経験は大切だな。参考になるかわからないけど、俺もいろんな国を旅してたくさんのことを学んだ。その経験が今につながってると思っている。ええ、神谷が旅を通して得た縁で、私はパティシエとしてカフェパレードに来ることができました。ああ、だから東雲も実際に経験したらいい。私もあの時の神谷と同じように旅を、ということでしょうか。モンスターオブザケーキショップのケーキを監修したパティシエは確かパリに店を持っていたんだよな。だからお前もパリに行ってみるんだ。パティスリーの激戦区で勉強するのはどうだろう。大変だ。神谷の破天荒さには驚かされますね。ありがとうございます。道が開けた気がします。早速プロデューサーさんに相談してみます。ああ、もしも実現できるなら一つやってみたいことがあります。そりゃあまあプロデューサーはダメだとは言わないでしょうね。行ってこいっていう感じでしょう。喜んで送り出す感じ。ちょっと熱い展開になってきたね。翌日。え、俺とフランスに？はい、もちろんマキオさんが良ければですが、手配はプロデューサーさんがしてくださいます。先日ケーキを試作してからずっと考えていました。私の中に欠けているのは経験だと。本場フランスに行ってスイーツの本場で新たな知見を得たいのです。そしてその度にケーキを愛するマキオさんがいてくれたら心強いと思いまして、二人でならきっと素晴らしいケーキを作ることができるはずです。力を貸してもらえませんか。もちろん行くに決まってます。だって俺たちケーキを愛する会の会員同士じゃないですか。ありがとうございます。そう言っていただけると思っていました。それともう一つ、プロデューサーさんが頑張ってくださったんですよ。映画のスタッフさんを通して映画のケーキを監修したパティシエにお会いできるそうです。マジ有能。そうなんですか。はい、実際にお話を聞けばまた見えてくるものがあるはずです。はあ、楽しみですね。そうですね、せっかくのチャンスです。得るものの多い有意義な旅にしましょう。フランス、その夜。パポパポパーンって。あ、来たわ。プロデューサーさん、今日はありがとうございました。それからご心配をおかけしてしまっていたようですね。正直なところ悩んではいたのですが、それ以上にワクワクした気持ちもあったのです。いや、ごめん。再現しようとしたケーキは高い技術を必要とするものでしたから。また暗くなっちゃったわ。作っていくうちに
さらなる探求心に火がついてしまったのです。もっと映画を思い出して楽しめるようなケーキにしたいと。ようやくその探求心をどこへ向ければいいのか定まってきました。カフェパレードのケーキ王子マキオさんと共にパリへ行き、見聞を広めたいと思います。応援しています。頑張ってください。ほら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 、仕事は取ってくるし、もういろんなもうアフターケアはするし、もうアフターケアというか事前準備だったりさ、もう何でもできるよね、このプロデューサー。ありがとうございます。そう言っていただけると私も自信を持って旅立つことができます。少しの間留守にしますが、よろしくお願いしますね。任せとけ。いやー、まあまあスマホの設定はいつも通りなんですけど、触らずにいるとね、消えてしまうというような設定にしておりますので、ね、やらかしたね、会議室。みんな見て見て、ロールと総一郎が向こうで作ったケーキの写真を送ってくれたよ。パティシエさんのお店に伺った時にご好意で使わせてもらったそうです。おお、これはなかなかの一品だ。総一郎は新たなる生成術を得得したようだな。二人とも頑張ってるみたいだね。俺たちも負けていられないな。うん、ケーキがもっと素敵に見えるようなとっておきの舞台を用意しないとね。うん、では早速円卓会議を再開するとしよう。かの試練まで残された時はわずかだ。はーい、私アスランに内装のことで相談があるんだ。いいかな。というか、まあ、マキオ学生じゃん。大丈夫かな。てか、多分総一郎さんも学生だと思うんだけど、どうなんでしょう。学生というか、年齢が21ぐらいだったよね。まあ、どうなんだろう。まあ、マキオはともかくやばいでしょ。今、いつなんだ。ハロウィン前だから、そんななんかパリ行ってる余裕とかあんのかいっていう。まあ、そこに突っ込んじゃいけないわな。無論我も汝らに幻影と交わりし誘惑の館にて供する供物の試食を依頼しよう。さっきもアスランもやる気十分だ。パリに行った二人も頑張っているようだし、二人が戻ってきたら俺もケーキに合う最高のブレンドティーを見つけないと。そして数日後。おお、帰ってきたわ。おかえり、二人とも。パリはどうだった？さすが、本場というだけあって、見るもの食べるものすべてがとても刺激的でした。はい。得がたい経験をさせていただきました。旅の目的はしっかり果たせましたよ。うん、いい顔をしている。実に有意義な時間だったのだろう。ねえ、早速修行の成果見せて。私すっごく楽しみにしてたんだ。もちろんです。さあマキオさん、これから忙しくなりますよ。いや、にしても普通に戻ってくるからな。まあ、お帰りだぜって感じ。どうぞ、召し上がってください。マキオさんのアドバイスと共に完成した新作ケーキ。カフェパレードのキャンディーポップモンスターケーキです。おお。このケーキのテーマは素顔の欲望。お利口さんの仮面を外し、ケーキの甘さにふける、そんな魅惑的な味になるよう仕上げてみました。激甘とか
美味しそうなチョコレートケーキですね。早速いただきます。これは以前口にした誘惑の供物とはまるで別物のようだ。うん、デザインは一見シンプルだけど食べてみると細かいところまで気が配られてるのがわかるよ。うんうん、きっとお客さんも喜ぶよ。ありがとうございます。2日目以降は私以外の方もケーキを作りますから、なるべく再現しやすいようにと意識しました。もちろん妥協は一切なしでです。甘美なる闇の涙をまといし罪深き誘惑の供物、これならば光の民を闇に落とすのもたやすいだろう。光の民っていうのはお客さんってことだよね。誘惑の供物デザートか。なんかおかしかったな。数日後。待たせたな。総一郎とマキオの異国の話より着想を得た一品、とくと味わうといい。これはテリーヌですか。断面がとても美しいです。ケーキに負けないくらい華やかだね。俺も二人のケーキに合わせたブレンドティーを用意したよ。いい香りですね。それにケーキとも合っています。二人が作ったケーキに合わせてパンチのあるウバをベースに選んだんだ。ウバの持つ渋みとチョコの甘みがお互いに引き立て合って魅力を引き出してくれるはずだよ。そんなこと言われるとな。後味がすっきりしてるんだね。これならケーキ何個でも食べられちゃうかも。まあ、サキちゃんが言うとなーっていう。これでコラボケーキショップの準備がすべて整いましたね。おお。はい、あとは当日を待ちましょう。皆さん本当にお疲れ様でした。パポパポパンではないね。コラボケーキショップは大盛況だね。サキが担当した内装もお客さんたちに好評みたいだ。これサキちゃんがやったんだ。はい、みんな楽しそうに写真を撮ってます。よかったねサキちゃん。ありがとう。アスランも手伝ってくれてありがとね。いいな、サキの努力の結晶だ。サタンもその功績を称えているぞ。今日まで大変なこともありましたが、無事に成し遂げられそうで何よりですね。いい曲だな。あ、下駄もよし。まあ、袖を長くすんのが、まあ、ハロウィンだわな。それ、キョンシー。数日後。パポパポパン。ロールと総一郎のパリの写真、何度見ても素敵。ああ、やっぱり街並みが綺麗だね。写真でも見たことがありましたけど、実物は格別でした。古くからの街並みを大事にしているんだろうなというのが伝わってきましたね。はい、エッフェル塔に凱旋門、ノートルダム大聖堂も冒険で美しかったです。いいな、私も行きたい。カフェパレードのみんなでシャンゼリゼ通り歩きたいな。遥かなる異国の地に我らの寝城を築きたいものだ。カフェパレードパリ出店ってこと？それってすごくいいかも。おもてなししましょう。夢は大きくですね。私も協力しますよ。
いつかそんな日が来たら嬉しいね。我らは来たる日に向けて魔力を磨くのみ。そうですね。いつかパリのお客様に会いに行きましょう。ストーリー、エピソード9、クリア。供物。今回のお仕事もお疲れ様でした。プロデューサーさんもご助力ありがとうございました。俺からもお礼を言わせてください。パリに行かせてくれてありがとうございました。いえ、私は大したことはしていません。ですがお役に立ててよかったです。私たちも楽しかったけど、お客さんたちもたくさんハッピーになってくれたみたいだね。光の民、うん、幻影と交わりし誘惑の館の復活を望む声も少なくないと聞く。もしまたあの店を開く時が来たら、その時はさらにパワーアップした俺たちを見せよう。そのためにもまずは今日の打ち上げで自分たちをねぎらうとしましょう。みんな飲み物は持った？それじゃ乾杯。乾杯。乾杯だ。俺は何もしてないが。おー、あ、これで、あれか、レアの、さきちゃんゲットできるのか。いいっすね。はい、ということで、カフェパレードのイベントストーリーやってきましたけども、このロゴいいね。R のとこに、サタンっぽいに、目玉親父がいるのがね、なんとも言えないけど、すごいいいわ。まあ、服装もいいしね、やっぱハロウィンっていいね。まあ、各地でいろいろとね、イベント等はありますけども。カフェパレ。まあ、好きなユニットなんでね。いやー。いいですね。いいですね。ということで、今回はここまでしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃ。